中田翔太は、兵庫県西宮市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。鳴門市立鳴門工業高等学校2年までは、大阪桐院の岡田忠理と並び、高校生保守として、トップクラスの評価を受けていた。しかし、度重なる怪我に悩まされ、3年春に右肩を、故障。2007年10月3日に行われた、 高校生ドラフト会議で埼玉西部ライオンズに6巡目で指名され、10月20日に契約金2500万円、年俸600万円で仮契約を結んだ。背番号は64。2008年は2軍で18試合に出場し、打率074に打点だった。2009年は2軍で54試合に出場、打率244、1 24本類だ。 12打点だった。2010年は右ひいの人体再建手術を行い、2軍では5試合の出場にとどまった。2011年は故障の影響もあり、2軍で9試合の出場に終わった。オフの11月17日に戦力外通告を受け、12月2日に育成選手として契約したことが発表された。2012年7月25日に支配下、選手登録された。 背番号は以前着用していた64。10月6日に行われたホーム最終戦の対千葉ロッテマリーンズ戦の9回裏に中村豪也の代走としてプロ初出場、さよならのホームを踏んだ。10月7日の対オリックスバファローズ戦では先発出場を果たした。この年は1軍で2試合に出場。2軍では58試合の出場で打率。 184だった。オフに小石博高、中崎優太と共にオーストラリアンベースボールリーグのメルボルンウェイシズに派遣され、ウィンターリーグに参加した。2013年は2軍で69試合に出場し、打率222、8本類打、21打点、4盗塁だった。契約公開では、現状維持の650万円でサイン。 2014年は2軍で57試合に出場。打率237打点だった。契約公開では現状維持の650万円でサイン。2015年は開幕を2軍で迎えたが8月21日に1軍登録された。昇格後は8試合に出場したが9打数無安打5三振に終わり9月11日に登録を抹消。 この年は3年ぶりの1軍登録となったが、プロ初安打は記録できずに終わった。2軍では66試合の出場で、打率264、3本類が14打点、1盗塁だった。契約公開では30万円増の680万円で、サイン。2016年は2軍で65試合に出場し、打率267、2本類が6打点だった。 一軍での出場はなく、11月30日に行われた契約公開では100万円減の580万円でサインした。2019年は右眼球中心性小液性脈絡網膜症4月に発症し、戦線離脱。星高則が現役復帰する原因となった。その後復帰すると8月に岡田忠尻の長期離脱を受けて、4年ぶりに一軍昇格。 同月8日の県営大宮球場でのタイ東北楽天ゴールデンイーグルス戦の6回裏にアラン・ブセニッツからライト前にプロ初安打を放った。プロ入り12年目での初安打は野手入団選手としては最地記録だった。この年は8月7日、8日に2試合連続スタメン出場を果たしたが8月30日に登録抹消されるまでこの2試合のみの出場に終わった。 シーズンオフに戦力外通告を受けて現役引退を決断。10月25日に任意引退工事した。2019年10月26日に西部のブルペン保守に就任することが発表された。ブルペン保守就任後、イップスに悩まされていた藤田渡る生の玉を受けていた時、よく藤田を励まして、イップスの相談相手にもなっていた。 藤田からは委託感謝され、人の心の痛みがわかる方と評され、その経験から藤田自身も人の心の痛みがわかるようになったとのことで、引退後に理学療法士を志すきっかけにもなったという、ありがとうございます。